ファミレスたまに行くのよ俺は、一人で。あ、一人で。うん、ジョナ、もう行くな。ジョナ行っちゃう。ジョナ、うん、うちはもうロイ、ロイなんでね。ロイホ、はい、お前上級ファミレスじゃねえか。いつからそんなになっちまったんだお前。ロイヤル、ロイヤルだね。ロイヤルホストはお前ファミレスじゃねえよお前。ロイヤルなファミリーと言ってもいいな。あ、本当だよ、うん、ロイヤルホストファミレスじゃないあれは。なんだよ、レストランだよあれは。まあそうだな。ファミレスもレストランだからな。ファミレストレストランは違う。ファミリーレストランつってるじゃん。ファミレストレストランは違う。いや、レストランだよ。ジョナさんもレストランだよ。お前レストランだよお前。まあまあ、ロイホは本当に。まあな、高いだろだって。まあ高いよな。うん、まあでも全部レストランだろうな。なんかさ、うん、もうあれなの、ジョナはさ、うん、あのもうタッチパネルなん全部。ああはい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 。で、そのジョナの、うん、あのこうロボット、あ、猫の顔がさ、配膳ロボットが来んの、うん、ね。なんかその猫の配膳ロボットと猫の配膳ロボットがこう鉢合わせちゃった時があって、なんかどっち行きますみたいな感じになっちゃってて、俺の飯が来なくて、え、途中で止まってて、うん、で店員がなんかそんなことある、ちょっとなんかあのどっちも通してあげて、あ、結局なんか結局なんか見失って、うん、その配膳ロボが、あ、そこでちょっとこう、そう、俺私の先どこだっけみたいな感じ、多分なってんのか分かんないけど、その配膳ロボットから店員がガサツになんかね、うん、取って俺の机に置いてくれたんだけど、うん、これ大丈夫これと思った。いやー、だ結局人間やってんじゃんっていうかね、うん、余計手間がかかっちゃって、ね、そうそう、まあ、まだ完璧じゃないんだね、じゃあね。そのロボを気にしなきゃいけない人間の手間が入っちゃってるわ、うん、ちょっとロボ好きの人が出てこない、ね、うん、そうそうそう、確かにね、うん、そうするとめんどくさいもんな、まあ、結局そうね、うん、そう、あとさ、うん、そのなん俺一人でさ行ってるから、はいはい、このさ壁側に席がこうあったとしたら、うん、一人で行った時って壁向いて座らないじゃん。ああ、壁側に座るね。壁側に座るでしょ。そうね。でも、うん、通路は通路側じゃん、その俺が座ってない方は、うん、逆側は、うん、だからロボはその置いてくれないから、はいはいはい、取るのはね自分でやるね、取るのは自分でやるから、うん、座ったまま取れないのね。ああそうか、うん、こうテーブルとテーブルの隙間には入ってこないもんね。そうそうそう。ああそうか、じゃあ一人で行った時に、なるほど、落ちるやつなのこれ。まあちょっとこう、うん、あれと思って俺だから立って、あ、一人で行ってロボが来て立って、うん、もうみたいな、もう、まあまあ、取んなきゃと思って立って自分の机に置いてさ、そこはお客様お願いしますよということなんだね。そう、それでそうか、うん、どれぐらいの人件費が削られるのか、ね、削減されてんじゃないの、それで。やっぱりそう考えるとロイはさ、うん、ロイはだって、うん、今俺が行くとこはあれよ、普通にまだ全然メニューだからね、うん、電子パネルじゃなくて、ロイはレストランなんだよ。レストランだよ、うん、ロイってもうすごいもんね。ロイはやっぱちょっと高級感あるね。一テーブルに一人店員ついてなかったっけ、ロイって。そこまでロイじゃないね、ロイすぎるよそれは。ロイヤルロイヤルホストだったら、ロイヤルロイヤルホストだねそれは。一人ついてるよね、一、うん、人ついてるだろう ね、ロイヤルロイヤルホストは、うんね、そこまでじゃない。ロイヤルロイヤルホストは、うん、なんかフライパンにお酒みたいのかけて、うん、火あげてるっしょ。フランベみたいな、うん、まあ、ロイヤルロイヤルホストやるんじゃない。やってるよね。ロイヤルホストはやってないかな、うんうん、ロイヤルロイヤルホストは、うん、あれだもんね、あのでっかい
塊のチーズ持ってきて、その場でガリガリやってかけてくるもん、ね、ああ、ロイヤルロイヤルホストはね。フィンガーボールみたいなのもあるしね、ロイヤルロイヤルホスト。すごいな、ロイヤルロイヤルホスト。指洗うやつな。な。うん。やばいじゃん。やばい。ロイヤルロイヤルホスト。ロイヤルロイヤルホスト。ソムリエいるしね、ロイヤルホスト。ソムリエロイヤルホスト。布のナプキンちゃんと置いてあるからな。ああ、そうか。ロイヤルロイヤルホストって、刺繍入ってる。そうか。すごいな。ジョナ、絶対俺はもう、ドリアな。ああ、ドリア。うん。ああ。気づいたんだ、大人になって。もう、本当に、なんていうの、格好もうつけんのやめようと思って、うん、ドリアがほんと5本の指に入るぐらい好きだなと思ってまあ、うん、そうね、うまいよね、うまい、めちゃくちゃ食いたくなる時あるな、ドリア、うん、ドリアうまいよね、うまい、でも、うん、ドリアが好きですって言ってる人聞いたことなくない、なんかあんまりないね、うん、すかしてんだよみんな、ドリアってちょっと確か恥ずかしいよな、ああやんちゃすぎるよな、確かにな、うん、うん、ドリア超うまい、グラタンに飯入ってんだよどうなってんだでも俺グラタンは好きじゃないの、全然、え、全く好きじゃない、あ、そう、俺むしろそんな、なんかちょっと嫌い寄りにあるかも、え、うん、ドリアが好きなのよ、えー、うん、ジョナの野菜ドリア、野菜ドリアなんだ。うん、ドリアね。そう。もうロイは本当に、なんかいろいろ食べちゃうな。なんだかんだで。ハンバーグと、アリフライと。オニオングラタンスープ。オニオングラタンスープはいかない。ロイのやつうまいよ。うん。でも今度カレーとか。ああ、いいね。そう。だからパスタも食べちゃうし。なんかジャンバラヤみたいなジャンバラヤみたいなあるよな、うまいよな、そう、あとステーキ、そうステーキ乗ってるピラフみたいな、なんかステーキ、ロイはドリンクバーないんじゃなかったっけ、あるよ、あんの、あるよ、え、ロイはあるよ、そうか、ロイヤルロイヤルホストはないでしょロイヤルロイヤルホストないよロイヤルロイヤルホストは紅茶頼んだらめっちゃ高い位置からついてくるロイヤル確かに右京さんの位置ね、右京さんジャバジャバジャバって今日なんか相棒見てたの俺、うん、家なんか夕方行って、うん、右京さんさめっちゃこぼしてるねそうだん、うん、びっくりした俺、あんま見たことないんだ、あれ見てみ、うん、ものすごい勢いでジャバ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 って注いで、うん、めっちゃこぼれてる、へー、あれ映ってんの、その映ってんの、まあ、は跳ねてるとこが跳ねてってか外してんの、結構こぼしてる、え、でなんかオフィス事務所みたいなところでやってるもんだから、そう、拭かないの、右京さん。地面を。で、下見てみたら、パネルカーペットみたいな、なんか、カーペットなのよ。オフィスカーペットみたいな。大丈夫これって。そう言われてんじゃない、部下の人とかには。もうやめてよって。またこうして、右京さん。うん。自分でやってよって。見てみ。相棒めっちゃこぼしてるから右京さんあえてなんかもうそれはもうそのえもうそれ面白としてやってんのかな、多分そうかもね、うん、へえ、そう右京さん右京さんいいんでしょ、ロイヤルロイヤルホスト右京さんいってるでしょ、右京さんいるね、うん、ロイヤルロイヤルホストってなんだよめっちゃいい料亭行ってたよ今日、相棒で、うん、やっぱり、いやこれ一人多分多分まあ3、4万取るな、めちゃくちゃいい量で、ま、マジで、でもうカウンター多分5席ぐらいしかないとこ、うん、ああうん、え、行ってた、だから行ってるよ、ロイヤルロイヤルホストに、ロイヤルロイヤルホストも行ってたよね、うん、そう、確かにな、うん、ロイヤルロイヤルホストはあれだろ、え、ジャケットスタイルじゃないと入っちゃいけないんだ、ロイヤルロイヤルホストはこれあるだろうね、うん、そのやっぱりドレスコードは、うん、あるだろうな、行っちゃダメか、うん、サンダルとかで行っちゃダメだね、ダメよそんなん、まあ、ちょっとそんなロイヤルロイヤルホストのそのさ格がちょっと下がって、じゃあロイヤルホストだわ、
俺んちの近所のは。そうだろうな。短パンで行ってたもん俺。ああ、すごいね。うん。俺もロイヤルホストも短パンで行けないわ俺は。あ、そう。俺結構行っちゃう。D 払いできたからな。ロイヤルホストだよな。ロイヤルホストだ。ロイヤルホスト D 払い使えないだろ。さすがに。お前結構すごいね、でも。ロイヤルホストに短パンで行ってるって。短パンで行っちゃう。うん、俺結構スーツビシッと決めていくけどね。ロイヤルホストに。ビビりすぎて。ロイヤルホストって俺ジョナ行ってんだよ。いい高い気がね、確かにね。ロイヤルホスト、ロイヤルホスト行くときはもう、もう俺の車で行かないもん。え、レンタカーでいい車借りて恥ずかしくないようにちょっといい車で、そうそうそう、キー預けて、そうそうそう、これロイヤル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 なんか行けないよ俺。あ、そうか、これロイヤルロイヤル、キー預けるの。そうか、うん、皆さんのロイヤルホストの生き方、はい、うん、ね、ぜひ送ってください、ね、ロイヤルホストに関しての情報をちょっとね、行った方送ってください。行ったことある方、うん、我々はないんで。ないんですよ。はい、うん、想像で話しちゃいましたけどね、はい、よろしくお願いしますね。はい、ということで、ハライチのターン、毎週木曜深夜0時からやってますんで聞いてください。ロイヤルホストの話ですって。なんですか、ロイヤルホストってちょっとわかんないですけど、なんか先週のアフタートークでファミレスの話題になって、はい、ロイヤルホストは高級感がある、もうロイヤルホストに行くのはやっぱちゃんとした格好じゃないといけない、うん、そしてロイヤルホストよりさらに高級なロイヤルホストがあったらどんなことが起きるのかの情報を送ってほしいって、うん、先週呼びかけたらしいんですよ。そんなおじさん覚えてないよ、おじさん。そんなバカな、そんなアホみたいな呼びかけに答えてくれてるの、うん、反応したやつらがいるらしいよ。すごい、うん、ね、ごめんねごめん、先週さ、よしって送ってくれた リスナーたちも、うん、ごめんねで迎えられると思ってない、ね、極限状態でね、うん、撮ってるんで、アフタートーク我々ほぼ記憶がね、はい、来てます、はい、ラジオネーム花門、以前行ったロイヤルホストにて山盛りフライドポテトを頼んだんですがあるんだ、届いたフライドポテトには何も味付けがされておらず、まずはジャガイモの甘みを味わってほしいと言われましたそうか。その後3分の1ほどそのまま食べたところで、うん、岩塩を持って行ってくれたのですが正直ケチャップが良かったです。あ、いや、こいつはダメよ。あ、そのロイヤルホストはそういうとこなんだから、まだその器じゃないね、器じゃない、うん。ヤモリポテトフライは置いてあるんだねちょっとよくわかんないですけど、ヤモリポテトフライはメニューは一緒なんだな。あるよ、メニューは基本一緒でグレードがこう上がってるみたいなことなのかな、うん、ロイヤルホストはあるよ、うん、なるほどね、あるのよ、うん。ラジオネームモモセリカ、ロイヤルホストではお会計をお願いすると店員さんが私の横まで来てしゃがみ、私だけに値段が見えるように二つ折りのトレイに挟まったレシートを見せてくれます。パカって、はい、革のなんかやつみたいなの、はい、すごっ、うん、こちらはい、ああ、はい、って、うわ、すげえかっけえ。基本は現金で払わないです。ああ、うん、で俺でカードだけパッて渡して挟んで、ね、うわ、かっけえ、うん、そうですね、すごいね、うん、すごいっすよ、ロイヤルホスト、はい。ラジオネーム花門、以前私が行ったロイヤルホストではドリンクバーでドリンクをごちゃ混ぜにして友達に持っていこうと思ったらドリンクバーの前に立っていた、老紳士風のウェイターに、お客様、私がお混ぜいたしましたが5種類ほどのドリンクを混ぜてもらいました。いいの？それは。ドリンクバーもあるし、はい、混ぜるのもよし。よしですね。ただ、混ぜてくれる。混ぜてくれます。ああ、だいぶでも認識が違うな。はい。俺が思ってたロイヤルホストと違う。いけるみたいよ。ドリンクバーあんの？うん。シェイカーで混ぜてくれるかね。え、ドリンクバーでも同じシステムだよね、機械があって。はい。シェイカーにじゃあジョボジョボって入れて、シャ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 って、うん、お待たせしました、うん、メロンソーダカルピス
そうそうみたいならしいよ。カルピスコーラドリンクですみたいな、うん、混ぜて。そう。全部ちょっとプレミアムな感じで。あ、やってくれ。濃いんだって。全部ちょっと濃いんだって。ああ、なるほど、うん。それはいいですね。いいよね。そういうことなんだ。ロイヤルロイヤルホストって。うん、はい。うん。なんなのロイヤルロイヤルホストって。ウェイターが全員もう、ほんと老紳士なんだって。ロイヤルロイヤルホスト。ホストは。ああ、はい。うん。そうか。そう。ジーヤみたいな。ジーヤみたいな。うん。またなんかあんのかな、ロイヤルホスト行くと大体子供連れて行くとさ、うん、おもちゃくれるんだけど、この中から選んでくださいって。はいはいはい。はいはいはい、はい。そういうのがあんのよ。そういうのも、あれだろ、なんかプラスチックのさ。プラスチックの飛行機とか、チャチいやつだろ。そう、女の子の、なんか、髪の毛飛べゴムとか、うん、かわいいやつ。違うみたいよ。違うんすか、うん、なんか、木でできた車とかみたいな。それは別になんかそれはそれで別にありそうだけど、なんかそのなんつうのいいやつ、うん、その肌に優しいような木でできた、ね、みたいな、そうスウェーデン製のみたいなやつらしいよ、なんかあやっぱロイヤルロイヤルホストだな、なんかこうなんか星とかハートとかを肩にちゃんとはめれるかみたいな、なんかいい木でできたやつ、人に全く害のないやつでこう作られたやつらしい。ああいいね、うん、これなんかまあやってみると結構なんか楽しいね、うん、このロイヤルロイヤルホストまあね、そうね、うん、うん、ロイヤルロイヤルホスト、あのピンポンってやつそもそもないからね。え、うん、何どうやってやってんの、手も上げないから。え、目見たら来てくるからさ。すごい一流の、うん、はあ。そう。すって。うん、はあ、すごい、素晴らしい教育がされてるね。うん、座るとき椅子引いてくれるし。おぉ、老紳士の店員さんが。うん、そう、はあ。そういうことですよ。あんまり緊張しちゃうな、じゃあ、ロイヤルロイヤルホスト。ロイヤルロイヤルホストはすごすぎる。あ、うん。ねえ。あんま行ったことあるやついないのかな、そこまで、ね、うん、違うぞ、これだぞっていうのがあればまたじゃあね、やっぱ3通中ラジオネーム花門2通だもんね。あ、花門は通ってんのかね、うん、なかなか行けない、やっぱリスナーみたいな分際で。だって最後の最後そんなひどいことが言えるのえ、もうすっと終わりそうだった、なんで最後の最後ひどいこと言う、こんな、あんなもう、本当におじさんたちがさ、うん、なんかもう本当に眠そうな声で、うん、ロイヤルロイヤルホストって言ったのに、送ってきてくれてんだよ、次の週に。なんでそんなひどいこと言うんだよ。いけないだろ、だって。リスナーの分際だよ、もう。ロイヤルロイヤルホスト。うん、経済力的にもうロイヤルロイヤルホスト。そんな高いの、ロイヤルロイヤルホスト。高いよ、ロイヤルロイヤルホスト。そうか。うん。水、金取るからね。おい、川越シェフの店じゃないか。800円取るから。800円。カゴシェフの言い分もあったから、あれ別にね。そうだね。うん。あ、いい水なんだから。そうだよ。うん。いいんでも、そんな昔の話は。カゴシェフどうしてるかな、カゴシェフ。カゴシェフなんか復活したらしいよ。そう、カゴシェフなんかいろいろやっ、そう。うん。復活して地方で、うん。野菜作って地方でお店とかなんかやってたよな。うん。お願いランキング一緒にロケしてましたからね。ロケしたよね。うん。会いたいね、カゴシェフに。カゴシェフ会いたいな。うん。アポなしでお店行って、うん、川越シェフが点数つけるっていうロケね。めちゃくちゃ怒られるんだよ、あれ。すごいよね。そう。俺らも別にさ、そこそこテレビに出てたし、あの時。そこそこ出てたね。でさ、俺らと、それ、オードリーさんがやってたんだよ、ね。そうそう。二組が週替わりでみたいな、二、うん、組でやってた、ね。あんな怒られるやつ、俺らとオードリーさんでやってたの、不思議だよね。不思議だよ、よくね。うん。お店行って、あのすいませんロケですって、うん、あいいですよみたいな感じの人に、うん、あの点数をつけさせてもらうんですけどそこで怒っちゃうからね。そう、なんで何それって、うん、むずい、難しい。昼のさ、なんかランチタイム中に行って、そうそう、ガン蒸しとかもあるし、あるしね。でそもそもさ、店員さんは怒ってないのに、うん、常連客が切れてるパターンとかもあるんだからね。それもある、うん、
そんな時に来んなってなるよね。そう、メンタルが持たなかったあの番組、ね、川越シェフ、うん、もし聞いてましたら、はい、ぜひね、ね、ぜひぜひ、キムチを送ってきてください。キムチね、もらってたよね。美味しい、美味しい、美味しい、美味しかったよね。川越シェフの顔が、そう、ついてる。ついてるキムチ、美味しかったんだよ。そう。はい。ということでございます。よろしくお願いします。ということで、ハライチのターンは、毎週木曜深夜0時から TBS ラジオで放送してますんで、聞いてください。シェア&ガバーナ、あの香水のせいだよ。レッツゴーでしたっけ。ホテルになっちゃってる。